夢、あの日の夢、君と駆け抜けたあの季節、永遠に続いてほしいと願ったきらめく午後の日差し、また同じ夢の繰り返し、壊れたレコードのように何度も何度も。川澄さん、話がある。我々と一緒に来てもらおうか。だから、彼女がガラスを割ったなんて証拠がどこにあるんですか？いや、ない。だったら。だが、やっていないという証拠もない。どういうことですか？3度目なんです。舞が問題を起こしたのは。さゆりさん。やっていないならいないってはっきり言えばいいんですけど、舞はああいう性格だから何も言わなくて。言えるわけがない。ガラスを割ったのはこの学校に巣くう見えない怪物だなんて言ったところで誰も信じるはずがない。だから舞は生徒会に目をつけられていて、ことあるごとにすぐ呼び出されるんです。舞はいつも何も反論せず、ただお説教を受け、そして処分を受けるだけ。処分？前回は転学でした。舞。まさか転学なんてことは。別に、ちょっと怒られただけ。授業が始まる。早く教室に戻りたまえ。そうですね、行きましょう。倉田さん、あまりそんな奴とは付き合わない方がいい。さゆりは舞のこと信じてますから。ああ、腹が立つ。荒れてるね。あれもするさ、クゼの奴。そんな奴とはあまり付き合わない方がいい、だなんて。人のことなんだと思ってるんだ。俺も忠告したぜ、川澄舞には近づかない方がいいって。そんなんじゃないんだけどな。イライラするのはお腹が空いてる証拠だよ。商店街に美味しいカレー屋さんがあるんだけど、一緒に行かない？カレー？店長さんがインドの人なんだよ。いや、まあ何でもいいけどさ、ナイキ、部活は？今日はお休みなんだよ。わかったよ、先に校門で待っててくれ。うん、じゃ、待ってるね。ああ。ヒューヒュー、仲がいいね。一緒に飯食うぐらいでそんなこと言うなよ。よっと。ゆういちさん？ん？しおり。
ったの。昨日は本当にありがとうございました。礼なら前に行ってくれよ。舞さん、犬を追っ払ってくれた人ですか？そう、かなりの変わり者だけどな。素敵ですよね、あの人。王子様みたいで。王子様？女の子のピンチを救う王子様。いかにも恋が始まりそうなシチュエーションだと思いませんか？笑わないでください。最近ないぞ、そんなドラマ。第一枚は女の子だ。そうですよね。でも憧れます、そういうドラマみたいな出会い。そうだ、昼まだだろ。よかったら一緒に行かないか、カレー屋さん。私、辛いのはちょっと。子供だな。そんなこと言う人嫌いです。じゃあ何なら食べられるんだ？アイスクリームとか。アイスクリームって冷たいアイスか？温かいアイスがあるんですか？わかった、ちょっと待ってろ。うまいか？はい、大好物なんです、バニラのアイス。雄一さんも食べますか？遠慮しておくよ。そうですか、残念です。信じられないな。え、真冬にアイスを食べちゃいけませんか？いや、そうじゃなくて、こうして見ていると風邪をひいて学校を休んでるように見えないからさ。ところで、ゆういちさんは食べないんですか、お昼ご飯？いっけねえ、拷問に内気を待たせっぱなしだ。しおり、またな。やべえやべえ。まいったな。嘘つき。ごめん。なかなか来ないから先に行っちゃったのかなって思って、カレー屋さん覗いてみたらいないし、帰っちゃったのかなって思って、肉まん買って帰ってきたらやっぱりいないし。だから悪かったって、お詫びに内気の言うこと何でも聞くから。本当に？ああ。じゃあ明日は日曜日だし、買い物付き合ってくれる？え、私も行く。私も行くって、お前俺に恨みがどうとか言ってなかったか？いいの、昼間は休戦だもん。なんだよそれ。どうでもいいけど俺の漫画返せよ。読みたかったら自分で買ってこいよ。お前自分の金持ってんだろ。誠にも漫画買える？買えるに決まってんだろ。これも買える？は？買えるよ、商店街に行けば。そうなんだ。ちょっとゆういち、ひどいじゃない、私に黙ってご飯食べちゃうなんて。何言ってんだよ、こんな時間に降りてきて。何度も呼んだんだぜ、ご飯できたぞってな。聞いてないよ。漫画に夢中で気づかなかったんだろ。食べたかったら冷蔵庫の中のもの適当にチンして食べろ。間違ってもあきこさんに迷惑かけるんじゃないぞ。もうゆういちのパーカやっぱりいたか。昨日の今日だぜ、宿直に見つかったらまずいんじゃないの？なんだよ、そりゃ俺だって共犯者みたいなもんだけどさ。つうか、なあ舞、魔物ってなんだ、一匹じゃないのか？なんで戦ってるんだ、誰かに頼まれたのか？
黙ってないで何とか言ってくれよ。最近魔物がよくざわめくの。え？すべての魔物を撃つまで私はここを離れられない。それどういう…なんだ？来たのか魔物が。おい、飯食ってる場合じゃないだろ。舞、平気。お化けだぞ。そりゃこっちのセリフだ。こんなところで何やってるんだ。なんだっていいでしょ。ああ、こぼできた。よしよし、もうバカにしてるの。こうしてほしいのかと思って。なんなのこいつ、危ないやつ。人を脅かそうとしたお前が言うな。おい、誰かいるのか。まずい、逃げるぞ。ほら、そこで何をしている。待て。うわ、怖かった。誰のせいだよ舞。とにかく今日は帰れ。魔物だって出ない日もあるよきっと。でも、うん、明太おにぎりが。そっちか。カニマヨおにぎりも。そんなものまた買ってやるよ。いいの。ああ、じゃあちゃんと帰れよな。ああ、待ってよ。ねえねえ、私にもおにぎり買ってよ。自分の金で買えよ。持ってんだろ。カノン、カノン。行ってきます。行ってらっしゃい。わあ、猫さんだ。よせよ、猫なんて珍しくもない。なでなでして抱きしめてあげたいな。よせよ、また猫アレルギーが出るぞ。え？お前、猫触ると涙止まらなくなるだろ。覚えてたんだ。覚えてたっていうか、思い出した。ねえ、いいでしょ。この猫さん、うちで飼ってもいいでしょ。ナイキ、飼い主は私が探してあげるから。覚えてる？うん、その時私に、俺が猫アレルギー治す薬作ってやるからって言ってくれたんだよ。うん、あ、そうだったっけか。そうだよ。医者になれるほど頭良くないぞ俺。ファイトだよ。努力しても報われないことだってあるだろう。これからもっと思い出すかもしれないね、昔のこと。そうだな。確かにナイキの言う通り、少しずつ思い出してきているのかもしれない。子供の頃に過ごしたこの街のこと。お、あれ、マコト。おい、何やってんだマコト。え、あー、どうして私のこと置いてっちゃうのよ。グースか寝てたの誰だよ。あれ、使い？うん？うん。ちゃんと変えたのか？変えるわよ。私大人だもん。大人ね。それじゃあついでに俺のお使いも頼まれてくれるか？うん。わかった。買ってくるわよ。マジで？大丈夫。私に任せて。どこにあるかわからなかったら店員さんに聞いてみな。おすすめのやつでいいからな。オッケー。ね、何を頼む？
はい。エロ本ってどこですか？エロ本ください、おすすめのやつ。いやバカ大声で。マコト早くこっちだ。顔から火が出るかと思ったよ。いやまさか本当に買おうとするとは思わなかったよ。どういうこと？ゆういちが買わせようとしてたのは、うん、もう最低。だってお前が大人だって言い張るから。大人だって女の子はそんな本買わないもん。マッパーこと、ゆういちが悪いよ。さすがにこんな日は魔物退治に行ったりしてないよな。お風呂沸いてるよ。おう、あいつ普段からああやって素直だと可愛げがあるのにな。ん、何の匂いだ。温泉の元でも入れたのか。でもそれにしちゃうこの匂いは。まこと、入りもしないでどうしてこれが味噌汁だとわかるんだ。お前はもしかして一袋丸ごと入れちゃったの。これ1ヶ月は困りませんね。すくって飲むんですか、ここから。冗談です。まこと、食べ物を粗末にしてはいけませんよ。はーい。反省してない、あれは絶対に反省してない。今度は何の騒ぎですか？花火だね。もうこんな夜中に花火するなんて近所迷惑なやつ。俺は、お前その手に持ってるものは何だ？花火したかったの？花火は表でするものよ。暖かくなったらみんなでやりましょうね。はい。さあ今夜はもう遅いからみんなもう寝なさい。はい。でくにょ、くそ。おはようございます。おはよう、ゆいち。おはよう、早いな。それにまことも。おはよう、ゆいちくん。って、お前何やってるんだよ。朝ごはん見ればわかる。ゴミを出しに行った時たまたまあゆちゃんと会ったものだから一緒に朝ごはんでもどうってお招きしたんです。道端で会っただけでお招きしないでください。僕はいいと思うよ。お前がよくても。私もいいと思うよね。いつの間にか仲良くなってるし。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。じゃあ行こっか。うん、おはよう。何がおはようだよ。食って寝て漫画読んでいいゴミ分だよ。まったく、ゆういち言い過ぎだよ。ねえゆういちくん。うん、帰れまこと。帰れって言ってるだろ。かわいそうだよ。お前あいつのこと知らないくせに。もし事故にでもあったら雄一くんのせいだよ。帰れって言っても一人じゃ帰れないのかもしれないよ。くそ、分かったよ。俺が送ってくるから大変よろしくな。できないよ。気合だ気合。まったく何を考えてんだよお前は。はあ、これで遅刻確定だ。だって一人になるの嫌なんだもん。あきこさんだって仕事に行っちゃうし、家に私一人ぼっち。何？こいつ昨日の猫じゃないか。お腹空いてるのか？みゃーん。おいしい。お前も一人ぼっちなんだね。どこにも行き場所がなくて一人ぼっち。そいつうちで飼ったらどうだ？え？それだけお前に懐いてるんだ。
アキコさんだってすぐオーケーしてくれるよ。ナイキはちょっと大変だけど、近づかなければ。そんなのかわいそうだよ。かわいそう？なまじ人に飼われて幸せな暮らしを知っちゃったら、捨てられた時に悲惨だもの。温かい布団や美味しいご飯が恋しくなって、悲しくて死にたくなっちゃう。ノラはノラのままにしておくべきだよ。そいつノラじゃないぞ。話した方がよっぽど危険だ。お前が面倒見てやればいいじゃないか。動物なんていらなくなったらすぐに捨てられる運命だもの。バカよせって。おい、なあ。何やってるんだよお前。ユイチのせいでしょ。ユイチが猫を取り上げようとするから。ユイチのバカ。ただいま。おかえりなさい。アキコさん、マコトは？さあ、一度帰ってきてまた出て行ったみたいだけど、何かあったの？その時俺は直感した。あいつは出て行ったんだって。でもどこに？あいつに帰る場所なんてあるのかよ。心を閉ざした誠、夢を語るしおり、暗い瞳の前、俺は彼女たちに何をしてあげられるのだろう。カノン第6話、彼女たちの見解。